生と死、生きることと死ぬことは、世界の人々に、人類にとっても大きな問題である。私はそれを主題に作品を作り続けている。私は人の心の中にある心象風景や声にならない声や思いを形にする。そこには世にも奇妙な何とも言えない形が出来上がる。その形は頭や脳みそ、心臓や臓器にも見え、光沢のあるその形はぬめっとした何とも言えない質感が人の心を揺さぶる。心を揺さぶり、興味を抱かせ、人の心にふと立ち止まる。今、世界はコロナという脅威にさらされ、恐怖におののき、疲弊している。まるで神に与えられた試練のようである。ふと立ち止まり考える。忙しい現代社会において大変難しいことではあるが、多くの人々に時間が与えられた今こそ、アートの力である。人の心が安らぎ、豊かになるような作品を探すたびに、多くの人々に出かけてほしい。決して作品の表面だけでなく、作品の奥底にある心、言葉を探すたびに、その中の一つに私の作品が選ばれ、あなたの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 心にとどまるよう、豊かになるよう、私は日々精進し、作品を作り続ける。